10月1日は日本酒の日。三重県の伊勢神宮に清酒を奉納です。午前9時ごろ、三重県酒造組合に加盟する21の酒蔵から集まったおよそ50人が内宮の宇治橋前で乾杯した後、それぞれの銘柄が入った樽を2人1組で担ぎ宇治橋を渡りました。参道を進んで清酒760リットルを三坂殿に奉納し、今月から始まる新酒の仕込みの無事と業界の繁栄を祈願しました。